ティンホイッスル、ティンホイッスル、ペニーホイッスル、またはタンニホイッスルはアイルランド発祥と言われる縦笛である。アイルランドもではファドーグ、またはファドーグスターンと呼ぶ。指穴は6つで、フラジオレットやリコーダーのほか、多くの伝統音楽で使用される木管楽器と同じフィップルフルートファミリーに属する。もともとブリキを丸めて溶接しただけの単純な作りのため値段も安く。 その素朴な音色は広く親しまれている。現在は、ブリキや真鍮、プラスチックなど様々な材質で製造されている。L.E. マカレックは現存する、最も古いホイッスルは12世紀に遡ると記しているが、フィードンの奏者についても3世紀にまで遡る、ブレオン放電のアイルランド王の記述の中で言及されているとも記している。 スコットランド博物館に所蔵されている、トゥスクルムホイッスル、トゥスクルムホイッスルは、全長14センチメートル、真鍮、または、正銅製で6つの男を持っている楽器であり、14世紀や15世紀の陶器と共に発見された。ペニーホイッスル、ペニー、ホイッスルという単語は1730年から、ティンホイッスルは1825年から、使用されているが、 20世紀になるまで一般的な単語ではなかったと思われる。イギリスにおけるスズメッキのホイッスルに関する最初の記録は1825年に遡る。最初の工場製のティンホイッスルはロバート・クラーク、ロバート・クラークから1882年によってマンチェスター及び、後にニューモストンで製造された。1900年までこれらは クラーク・ロンドン・フラジオレットや、クラーク・フラジオレットの名称でも販売された。これらのティン・ホイッスルの運指システムは、6つの男を持ち、単純なアイリッシュフルートと似ている、ベーム式フルートと比較して単純。六月の全音階システムは、バロックフルートや、その他の伝統楽器にも使われており、1843年頃に、クラークが、 ティンホイッスルを製造し始める前にもよく知られていた。クラークによる最初のホイッスル、メグ、ザメグはハイエーに調律され、後にビクトリア朝の音楽に適するようにその他の朝のものが作られた。彼の会社はこのティンホイッスルを1851年のロンドン、バンコク博覧会に出品した。19世紀の後半、バーネット・サミュエルやヨゼフ・ワリスなど、 いくつかのフルート製造業者も、ティンホイッスルの販売を行った。それらは円筒型の新鍮製である。多くの古いホイッスルと同様に、これらは、鉛製の歌口を使っている。鉛は人体に対して有毒であるため、古いホイッスルを演奏する前には、注意を払う必要がある。新鍮製の筒部分と鉛製の歌口部分からなる。この世代のティンホイスルは、20世紀前半に、 売り出されてから長年にわたってデザインが改良されている。最も特筆すべきなのは鉛製の歌口部分をプラスチック製に変えたことである。ホイッスルはほとんどの場合高音域のものが製造されているが歴史的には低音域のものも知られている。ボストン美術館に所蔵されているガルピンのコレクションの中に19世紀の低音ホイッスルの例がある。 1960年代の伝統的なアイルランド音楽の復興の際にフィンバー・フューリーの要請でベルナール・オーバートンの手によって低音域のホイッスルが再現されたローホイッスルを参照ティンホイッスルには大きく分けて円筒管タイプのものと円錐管タイプのものの2種類がある円筒管タイプのものは高音で多量の息が必要で高音が 低音に比べて非常に強くなるものの荒々しい野生味あふれる演奏が可能である。塩水管タイプは高音と低音の音量バランスは良いがパワーが弱い傾向にある。クラーク社のオリジナルなど初期のティンホイッスルは塩水管に木のブロックを差し込むことで吹き口を形作っていた。20世紀に入りプラスチックで吹き口を成形しこれを管に接続することでアンカー 1000円程度に安定した品質のホイッスルが作られるようになった。プラスチック製のフィップル、吹き口のマウスピースと管からなるもののメーカー、ないし、分度に、ジェネレーション、フィードック、オーク、エイコーン、スドロムス、円筒管、クラーク、円錐管などがある。また、中から高価格帯、数千円、数万円に送金属性、ポリエンカビニル製、木製のものがある。 ティンホイッスルはフルートに比べて比較的始めやすく、伝統的な6つの男を持つアイリッシュフルートやルネサンスフルートとほとんど同じ運指法であり、かつ安価で入手可能なため、アイルランド音楽の入門楽器として広く普及している。最近では多くの楽器製作者が数百ベイドルする高級なハンドメイドのティンホイッスルを製造している。 もっとも、その他の多くの楽器に比べれば安価である。これらは、ほとんどの場合、アイリッシュフルートや、イリアンパイプス、エレンパイプを製造している、個人や小規模の職人のグループによって、製作されている。あらかじめ、チューニングスライドが備えられているものもあるが、安価な笛のほとんどは、調律が不可能である。しかし、フィップル、吹き口のマウスピースと筒を固定している。 接着剤を何らかの方で剥がし、フィップル部分を動かすことによって調律することが広く行われている。D 館一本でアイルランドの伝統的な楽曲の大半を演奏可能である。ジェームズ・ホーナーやハワード・ショアといった作曲家の映画音楽に起用されたことがきっかけで爆発的に認知が高まり、中も映画タイタニックの挿入歌として知られる。 マイハートウィルゴーオンの伴奏のメロディーは有名。近年日本でも映画、ゲド戦記、二十世紀少年、ローレライ、テレビアニメ、魔法使いに大切なこと、NHK 大河ドラマ、リーマデンなどに用いられている。小袋のソチオリンピックテーマソング、今、咲き誇る花たちよにも用いられている。ティンホイッスルは胃腸楽器であり、メーカーによっては、 多くのキーの笛を生産していることもあるが、アイルランド音楽において最もよく使われるのは、D 館である。これは、大半のアイルランド伝統曲が、キー D、二丁調ないし、キー G、と庁調で演奏され、D 館のティンホイッスルでこの二つのキーが演奏できる、ためである。したがって、寄付は二丁調、または、と庁調でなされるのが通例である。使用するキー。 音域が限られているので、寄付も簡便にアルファベットで行う、1オクターブ目の音が大文字、0、でなら、D、2オクターブ目が小文字、0、でなら、D で、というようなことが多い。ただし、交渉音楽である、アイルランド音楽において楽譜は使われないか、使ってもあくまで補助的に用いるのみである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。